毎日聞いてる。ありがとうございます。嬉しいな。おかえり。向いてに変わる語り明かした夜も後悔も明日のしついたグラウド。アップアップガールズかっこにきの勝ちしまやです。やっぱり音楽はね、聴いてないとね。ライブが今ない、なかなかないから、曲を私が流すという生活この曲はもともと歌割り決まってたんですよ。ここはどこ、3分30分っていう尺なのにバンドっぽくて、ね、あ、そうなんだ。3分半ってバンドっぽいんだね。アイドルは4分ぐらいが多いよね、イメージある。今から朝ごはん、待って、時差、今どこにいるの、気になる。どこ、どこにいるんだろう。これ練習してるよ、ギター。全然まだ上手くないけど、誰にも鳴り響く口のチャイム。見慣れた景色の中でも気づく、あまりにちっぽけな僕ら。正常のエンドールはずるい。あの日あの時の衝撃を忘れないまま大人にするから、走り出した世界を見たいんだ。のエンドロールがずるい。てか私のパート高くない？自分で聞いてて思った。言葉になんかすごいね、今思ったけどよく頑張ってる、こうやった自分。テロップありがとう。来ましたね。全体的に高い。あ、そっか、そうね。コード最初はめちゃくちゃ大変だったよ。コードになんかあるよこれを踊って歌えるようになるように、もうちょっと頑張っていきたいと思っていますよあ、ね、これじゃ言葉になんかできないってやつ。ね、私もそれやりたかったの。でもね、うち歌ってるからできないの。あの、あ、ちょっと振り付けするね。言葉になんかできない、気持ちもだよね。あ、でさ、両どこやってもそれ歌ってるんよ。1番も歌ってて、そう、ちょうどね、パート的に。2番は、まあ、あの、落ちて、なんて、落ちサビだから、歌って、あの、その振りじゃない。で、最後サビ私歌ってるから、これできないんよ。え、ね、やってなかったよね。なんかかっこよくない、あれ。なんか私もいっぱい見ちゃったんだけど。これ。やりたかったの、私も。ね。私があるとでもマジ良くなっちゃうんかな。でも歌いながらやってるからさ、ここ、片手なの。言葉になんかできない気持ちも。そう。そう。私、両手で、パッ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 って。
やりたかったんだよね。皆さんと力がじゃなくて皆さんの力がじゃない。本当や。すまん。間違えてしまった。おかえり、かたきくん。できんなって書いてある。さあ、そう。今回のね、新曲、エンドロールなんですけども、ただ、MV 公開中ですので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。手作りのマスクを612枚寄付した中学校1年生の女の子がニュースになっています。うわー。私は60個作ったんだけどな。自分たちで使うよ。ね、もしね、そう、私がコロナウイルスを持っていたらってなるから。それすごいっすわ。中学1年生で612枚も作って。私の100倍やね。あ、10倍だよ。でも私頑張って作ったんだよ。こんばんは。逆にこの歌詞歌いたかったっていうのはありますって。なるほどね。ああ、でもそれ考えたことなかったな。どこだろう。はあ。まあでも一番歌いたいなって思ったのはあまりにチーポー系の僕らだったから、そこは全員のパートだったので、嬉しかったねとは思うかな。うん。そうね。あとはでも何かな、ちょっと歌詞見ますね。まあ、今回本当にちょっとじゃ流しとく。せっかくならこの曲をもっとたくさんの方にアピールしていきたいのでかけておきますね。そうね、どこかな、歌いたいパート、うん、ダン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 タンタタンタタタラタタタ、あ、これ見えちゃうから見えちゃう。タタタタラタタタタラタタタラタタン。あたり前か思い出に変わる。どこかな。どっかな。でもやっぱりあまりにちっぽけの僕らかな。まあ歌えたかよかったけど、そしたら何にもなれない僕らかな。強いて言うなら歌いたいかったところっていうのかな。うん、何にもなれない僕らとかあまりにちっぽけな僕らってなんか伸びしろがあって好きかな。そう、私そういう、なんていうのかな、マイナスじゃないんだけど、そうそう、マイナスっぽい歌詞が、まあ、割と好きっていう歌なんだけど、それがいい意味に聞こえる歌詞っていうのは私はすごい好きなので、うんうん、かなって思いますね。伸びしろですね。はい、飲みしろですね。何にもなれない僕、あまりにちっぽけ。そうね。ここの歌詞は私の中ですごい、曲の中でも分岐点って感じするわね。こんばんは。どうも。吹けるかな。
転調したら追いつけなくなっちゃった。難しいじゃん。転調しなかった吹けんのに。ああ面白かった。普通に弾くと。はあ。そう。になるんでね。みんなもぜひやってみてね。おお。やったー。なんだこの変な配信のやつ。あれやりたい。せっせっせいや。せっせっせいや。なななんじゃそれは。せっせっせいや。せっせっせいや。カジイリリリコーダー。リコーダー、音が鳴る。せいや。せいや。ななんじゃそら。せいや。せいや。かじい。ランドセル。ランドセル。最近色すごい。せいや。せいや。ななんじゃそら。せいや。せいや。ショールーム。あ、違うわ。かじい。ショールーム。ショールーム。楽しい。せいや。せいや、なんなんじゃそりゃ、せいや、せいや、かじい、iPhone、iPhone、楽しい、せいや、知ってますか？せいやゲーム。やりたい、私めっちゃ。うん、やりたい。めっちゃできる。はい、うん。ね。やりたいです。でも一人でできないやん。やりたいのに。やりたいのに。おっさんまでじゃなくて。なんかちょっと前に流行った曲。ちょっと前だよね。そうだね。やりなさい。みんなでやりたかったのに。そういうゲームが好きですよ。一人まで全くいい。でも今割と一人でやってたしね。うん、まあいいか。オッケーって感じ。全然知らん。そう、面白いよね、これでも。でもあれが好き。何食べたいってやつ。何食べたい？そば。つるんつるん、おいしい。逆に何食べたい？トマト。パクパク、おいしい。逆に何食べたい？髪の毛。バリンバリン、おいしい。逆に何食べたい？ご飯の粒。ペロンペロン、おいしい。逆に何食べたい？ご飯。パクパク、おいしい。逆に何食べたい？トマト。あれ？パクパク、おいしい。逆に何食べたい？サラダ。マションマション、おいしい。逆に何食べたい？牛乳。ハジョンハジョン、おいしい。逆に何食べたい？フリスク。ペロンペロン、おいしい。逆に何食べたい？ご飯の粒。あれ、パクパク、おいしい。逆に何食べたい？もう出てこない。一人じゃこれ面白くないんだよ。バカもやん、食べたくない。これやりたいんだけどさ、一人なんだもん。一人だから全然できなくて。すごい癖っ気でできちゃった。もうできない。知ってますか？これ。これもちょっと前に流行ったやつなんだよね。
何食べたい？トリトリ。ママママ美味しい。そういうことだよね。面白い、これ見てて。私は面白くない、一人でやってても。みんなでやりたかったのに。あとあれが好き、見取り図のリズムであるある言ってみよう。喋ると楽しい。これみんなでやりたかったの。見取り図やりたかったんだけど、誰もいないんだこの家は。寂しい。やりたかったで終わった。そういうこといっぱいあるんだけどね。そう。ラッスンゴリラなんですよ。あ、流行ったよね、ラッスンゴリラ。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 どんなのだったっけ、読んでもわかんない。芸人さんが好き。まあ確かに好きだな。アメトーク好きだから私。そう、今見てラッスンゴリラ。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 わかんない。どんなのだったか忘れちゃった。ダンスの手段。ダンソン。フィーザキ。プーペピンフィッシュ。ゴンサー。イエイ！いや、あれ何やってんね。あれはあったよね、そんなの。あ、すごい、令和の初めて聞いた、確かに。右肘、左肘。あ、好き、それ。右、左肘。右肘、左肘、交互に見て。右肘、左肘、交互に見て。右肘、左肘、交互に。普通に見ればいいのにって思ってた。あるある探検隊、あ、あるある探検隊、懐かしい。あるある探検隊、あるある探検隊。あ、どんなやったっけ。でもあれ面白かったよね。梶島のショールームは常にテンション。はい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 。あらら探検隊、あらら探検隊だ。そんな感じだったんだ。いや、ドドスコ。やだな、覚えてるな、ドドスコは。覚えてるな。ラララライ、あった。ラララライってでも何だったっけ。ラララライ、ラララライ。ラララライってなんでラララライだった。そこ、ラララライに繋がることがわかんない。あ、武勇伝してる。武勇伝、武勇伝。武勇伝、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 レッツゴーだ。私の武勇伝あるかな。武勇伝。あ、武勇伝、武勇伝。武勇伝、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 レッツゴー。自分の小学校の木の実を全部私が食べていた。はい、武勇伝、武勇伝。武勇伝、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 レッツゴー。これは本当の話。やば。思い出した。こういうことあるの。懐かしいな。ガンキアノは私のネタですね。そうだな。そうだな。そうだ。割と私の武勇伝あるかもしれない。全部、全部食べてたよ。その小学校のなんか食べれる木の実だったのに、こう、ちっちゃいブドウみたいなやつ。めっちゃ食べてた。なんか食べれる木の実だったんだよ。めっちゃ食べた。端から端まで。全部私が食べたんじゃないかなっていうぐらい食べてました。何の木だったんだろう、わかんないけど、学校にあったやつね。めっちゃ食べてた。なんだろう、わかんない。美味しかったです。小学校の。端っこの方に入ってる。懐かしいな、うん、何の木だったんだろう。食べていいやつだったと思う。あやちゃんかっこいいレッツゴー。つか武勇伝ってかっこいいこと言うんだ。そうだね。私がかっこいいなって思ったこと。なんだろう。食べていい、食べていいわけないの。あ、そうなの？なんか大丈夫だと思ってたよ。うん。
あと私の武勇伝なんだろう。かっこいいこと中でダサいってやつなんだけど。あ、なるほどね。そういう感じだったか。なるほど。ワイルドだろう。あ、あったね。ワイルドアヤちゃんだぜ。ワイルドアヤちゃんだぜ。ワイルドアヤちゃんだぜ。皆さん待ってたかい？私はアイドルのオーディションで初めてショールーム配信をした時にたった15分だけやってそのままアルバイトに行ってやったぜ。ワイルドだろう。他のみんなは結構な時間やってたのに私は15分しかやらないでアルバイトに行ってやったぜ。ワイルドやちゃんだろう。そうだぞ、私はびっくりしたぞ。全然このどうやってやるか分かんなかったんだぜ。そのままアルバイトの制服のままショールームやってやったぜ。ワイルドだろう。どうですか、ワイルドでしたか。本当にその時焦ったもん、自分でも。あ、こんなにやるやつなんだ。うっかりワイルド。そうですね。ワイルドアヤちゃんだぜ。それいいね。初めてアイドルのオーディションを受けた時に、全然やったこともない手品を本番一発でやってやったぜ。なぜか成功しちゃったんだぜ。ワイルドだろう。後には特技とか言っちゃってたぜ。すごい度胸だぜ。ワイルドだろう。これも実はですね、いいね、私のワイルドされてるよ。ちょっとコメント欄から拾ったけど、すごいワイルドだぜ。そのオーディションの行く前に千葉県で100均のトランプ買ってから行ったぜ。ワイルドだろう。そのまま手品を特技にしていけばよかったのに、ちゃんと勉強して手品を特技でやっていけばよかったのに、その次の日には鼻リコーダーが特技になってたぜ。振り幅すごいね。ワイルドだろう。それがなぜか4年目に突入しちゃったぜ。鼻リコーダーで4年も持つなんて私も思ってなかったよ。ワイルドだろう。やったやったね。でもただワイルドね。確かに本当だよね。そうだぜ、トランプでは横割りでは立てないぜ。特技から消えたトランプ、まだ家にあるぜ。思い出として取っておいたつもりだったのに、今はなぜか2枚しかないぜ。他のやつはどうかにやってしまったぜ。ワイルドだろう。ちなみに5と10にしか余ってないぜ。よろしく。え？あっちゃん、よろしくじゃないや。よろしくじゃないや。ワイルドだろう。あんなに大切な思い出のやつだったのに、なんで2枚しか残さなかったんだろうね。あとの52枚、どこ行っちゃったんだろうね。ワイルドだろう。よろしくじゃないや。ワイルドだわ。よろしくじゃない。間違えちゃった。こんな感じかな。ワイルド。よろしくじゃないわ。そんなネタないよね。ちょっと間違えちゃった。そうですね。はい。合ってる？大丈夫かな？悲しいとき、あ、懐かしい。悲しいとき、悲しいとき、ライブ中、屋外で、雨が降ったとき、私の前髪が一瞬にして消えるとき、悲しいとき、悲しいとき、こんな感じ、わかんない。むしろ2枚だけ残して何をしよう。いや、私だってわかんない。あんま悲しくないのね。
悲しいことなんだろうな悲しいこと思いつかないや。夕日を見たとき悲しい悲しいとき悲しいとき何が悲しいんだろう私って悲しいことが思いつかないとき悲しいこれはちょっと苦手だってことがあった私も苦手分野はあるみたいですね本当に苦手分野はあるっぽい。あ、夕日はネタの終わりの合図なのか。なるほどね。あ、そうなの。ワイルドが一番、私には、私割とアイドルなのかもしれない。アイドル、ワイドルのアイドルだわ。36歳のアイドルが20歳といってショールームをしていたとき、いや、それなんか本当じゃないんだってよ。なんか本当っぽくよ。やめなさいよ。あ、ルネッサンスっていうのもあったね。でもあれ、なんで、ルネッサンスってどうやったらルネッサンスまでいけるのかちょっとわかんないや。え、あったね、懐かしい。ルネッサンス、はっ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 てやつ。でも、なんでルネッサンスまで、それなんとかない、やかーい、はっはっはってやつ。なんでだろう。なんでだろう、なんでだろう、なななな、なんでだろう。ニコ生のコメント欄で、カジシマが映っただけで、たくさん草が生えるの、なんでだろう、なんでだろう。アーカイブを見返したら、あ、カジシマアイドルこいてるって書いてあるの、なんでだろう、アイドルなんだけど、とっても楽しそうに、カジシマが歌を歌ってる時、マイクを外したらびっくりするぐらい口がでかいの、なんでだろう、なんでだろう。リリースイベントでカジシマが休んだだけで、すごい可愛いグループ、可愛いグループになったねって言われるの、なんでだろう。ちょっと面白かったね探し力ね、ほんとに、いや、ほんとに、ね、すごい、私、アーカイブ見て面白かった。いや、面白かったよ。いや、面白かったよ。いいんだけど、全然。それ、水しないですね。あ、面白かった。悲しい時だね。私がライブを休んだだけで、すごい可愛いグループになったねって言われたとき、それは悲しいよ、でも。確かに。それね、覚えとこ。悲しいときやるときそれやるわ。ネタできて。ということで、皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。23時45分から次また配信やりますので、皆さんぜひ見に来てくれると嬉しいです。聞けばなったりしてもね、それは私アイドルなのに。いや、めちゃめちゃいいね。はい。こいつで終わりました。あ、楽しみ。こいつ見なきゃ。そうだね。楽しかったね。ね。悲しい時いつかやるときに。そうね。3分。はい。待っててね、みんな。ぜひ。そして。フレムちゃんからもありがとうございます。おいちゃんからんだ。ガンブアイアイファイヤー。ありがとうございます。おいちゃんアイアイファイヤー。ありがとう。さっきに転んだ。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。また、次はね。23時45分からお待ちしております。お手洗い食せーの以上です。ありがとうございました。おやすみなさい。まあ、お休みじゃない。まだって一部あるから。23時45分からです。よろしくお願いします。わかった。秋田のチケット買えるように言っときます。